おいおい、なんだよこのネズミどもは。くそ、どこから入ってきやがった。ああ、喉が渇きやがる。イラつくせ。このイライラはてめえらのせいだぞ、クソどもが。こうなったら生かして返さね。自分から罠にかかったネズミは捕食されるだけ。そうだろ。あなたが何を苦しんでいるのかは知っています。ですからこれ以上愚かな真似はやめてください。ああ、なんだよこのブスが。俺の何を知ってるって言うんだよ、クソ。あなたは紹介からの指示を受けてオアシスに水を汲みに来る人たちを襲っている。マヌマット・ボリトリー紹介が利益を得るため、そんなあまりにも利己的な理由によってです。なんだと？なんだよてめえら。イラつくぜ、くそ。頭が割れそうだ。証拠だ。俺がやってるっていう証拠を見せてみろ。証拠ならほら。なんだこりゃ。なんでてめえらがこんなもん持ってんだよ。気味が悪いな。もう乾きも限界だ。てめえら、俺から何もかも奪うつもりでここまで来たんだろ。偽善って剣を振るってよ。極悪人である俺が持つ全てを容赦なく奪っていくんだ。ち、俺のクソ親はひたすら奪われるだけのクソだった。挙句の果てに俺を捨てて去っていった。まだガキだった俺はな、一人砂漠に残された。こんな俺を引き取ってくれる仇の連中もいたさ。だがそいつらも所詮は偽善の仮面をかぶったクソどもだった。ガキだった俺を利用することしか頭になかった。使い目と分かると厄介払いでたらい回しさ。最後に俺を救ってくれたのは誰だと思う？盗賊って呼ばれる連中さ。けっ、皮肉だろ。奪う側がよ、俺を助けるなんてな。だがその人たちに俺は教わったのさ。生きるため、奪われる前に奪えってな。だから俺は奪う側を譲らねえ。てめえらみてえな犠牲者どもには絶対にな。ジャッカル、俺の出番か。おお先生、ありがてえ。金は分かっているな。もちろんさ。
そろそろ潮時だな。俺は引かせてもらう。なんだと？先生、どういうことだ？金の切れ目が縁の切れ目とでも言っておこう。ち、あんたも俺を置き去りにするんだな。ギャーギャーうるせえな。おちおち寝てるわけにはいかねえじゃねえか。いってどうも、お初にお目にかかります。マヌマットボリトリー紹介会長の。わあ、隠れ蓑、死の商人ミコソギーボリトリー、あなたのことは全部まるっとお見通しよ。なんやねん、いきなり決対な嬢ちゃんやな。ラクリーカ国王、時魔道士マヌマットのやつと共謀して
井戸を独占しているでしょう。しかも砂漠にいる盗賊を雇い、オアシスに水を汲みに来る人たちを襲わせていますね。証拠はどこにあんねん。証拠ならほら、盗賊への指示を書いたメモ、それに王宮への隠し通路を示したメモ。なあ、アホな、どうなってんねん。なんでお前らがこんなん持ってんねんな。うちの会社に忍び込みよったか。なめくされよったからに。上等や、知られたからにゃしゃあないわ。この場で全員ぶち殺しとるからな。ボリトリー、助太刀が必要か。当たり前やろボケ。このガキども今すぐぶち殺さんかい。金はあるんだろうな。いくらでも出しとる。こいつら生きて返すのや。契約成立だ。報酬分は働かせてもらう。そろそろ潮時だな。俺は引かせてもらう。何言うてんねん。金なら取るほど払うだやろ。ここから先は俺も命を懸ける領域になってくる。追加報酬として512億ピークになるが。そんな国家予算並みやないか、アホ抜かせ。
ではさらばだ。金の切れ目は縁の切れ目。ありえん、こんなん詐欺やんか。魔法剣士イクマナジトメ、かつてのエタルニア占領部隊の隊長で、ミスで綺麗皮膚質に用心をかよ。打ちぶれたもんや。それもこれもうちらの略奪に協力せへんかった15年前のあんたが悪いんや。銃器なんか真っ赤な。なんだか前よりも嫌なやつになってなかった？やっていたことは変わっていないようでしたが。でも僕も少し思った。前の世界で話した時よりカチンときたし。前にやっつけた時より生成したかも。
またあの国王だ。何もかもが順調だ。今やこの国の誰もが世を頼りすがっておる。そう思うだろう、魔法剣士イクマナジットよ。ああ、かもしれないな。マヌマット発せよ。いや、時魔道士マヌマット。かもではない、事実その通りなのだよ。この先ますます世にひれ伏すものは増えるだろう。ボリトリーの紹介と連携し、水の値段は暴騰、民は大いに苦しんでおる。世が支持した奉仕労働も民たちにはさぞかし辛いことだろう。その不平をすべてあの風の巫女へと向けてやれば、それと反比例するように世への信頼は上昇する。幸い巫女はカルディスラ王国に渡ったまま、このまま一生戻らなければ好都合だ。巫女がいなければ民がすがるのは国王である世しかいないのだからな。もうすぐだ。あと少しでこの国においてクリスタル聖教への信仰は駆逐される。クリスタルも巫女も必要ない。世は絶対君主となり、アンチクリスタリズムのもとラクリーカ王国は大いなる発展を遂げるのだ。この国が世による千年王国となる日も近い。実に愉快だ。果たしてそううまくいくかな。つまらん男だな。世の紅葉に水を差すような真似をするな。それは悪かったな。バカな、風の巫女がなぜここに。今のお話すべて聞かせてもらいました。何のことかね。ヨが何を話したというんだ。しらばっくれないでよ。証拠はあるのか。何時何分何秒にヨがそれを話したか示せるというのか。まるで子供じゃないか。証明できるはずがない。ヨを王座から引きずり下ろそうというつもりだろうが、残念だったな。あなたは民の上に立つ者として恥ずかしくないのですか。お前たちどこから忍び込んだ。大時計の隠し通路からここまで来たんだ。ボリトリーとのつながりも掴んでるんだぞ。ところでここまで来る途中で兵士以外に誰とも会わなかったな。どういうことです。
なるほど、つまりこういうことか。この場で風の巫女とその仲間が死んだとしても民は誰一人として気づかぬと。あなたという人は魔法剣士イクマナジット、報酬は望みのままに。こやつらをこの場から決して逃すな。契約は成立した。いいねでいいというのなら、この戦いに俺の全てをかけて働こう。巫女よ、この国にもはや貴様の居場所はないのだ。Bye-bye.
口座は誰にも渡さん。誰にも。あんた、今回は逃げないのか？今回の報酬にはそれだけの価値がある。報酬に見合った働きをするのが俺の役目だ。なるほど。
王が、いえ、元国王がそのような悪事を行っていたとは。この国は今後どうなっていくのでしょう。王が不在では政治は滞ってしまうのでは。ひとまず私が代理として預かることになりましょう。ですがそれもあくまで一時的なことです。いずれは民を中心にした形へと国の形態も変わっていくでしょう。もちろん私も民も巫女様が再びお戻りになられるのを心待ちにしております。どうかご無事で世界をお救いください。